ドルジョーカー。フローチャート画面だよ。私か？どうしていきなり私なんだ？それはそうかもしれない。練習する番はいずれ回ってくるんですから、最初にやっちゃってもいいんじゃないですか？そうだな、ここまで来て尻込みしてても仕方ない。わかった、女は度胸だ。じゃあ千咲ちゃん、私たちも二人で練習してみようか。はい、よろしくお願いします。いらっしゃいませにゃ。いらっしゃいませにゃ。こういう挨拶の方がお客様に喜んでもらえるんじゃないのか。わかった。お帰りなさいませ、ご主人様。これも違うのか。一言にウェイトレスと言ってもとても難しいんだな。わかっているんだが、普通と言われてもそういうものか。よし、いらっしゃいませ、お客様。お席はこちらであります。ご注文はお決まりでありますか？ダメでありますか？そうでありますね。全くないということはないが、あまり行かないな。ここでは寮の食堂で、ここに来る前は母に作ってもらっていたから。有原君はそういう経験があるのか？だったら私にウェイドレスを指南してもらえないだろうか。こちらのお席へどうぞ。ご注文はお決まりでしょうか？なるほど、確かにこれぐらいの方が私も気が楽だな。笑顔か。改めて意識するとなかなか難しいな。いらっしゃいませ、こちらのお席へどうぞ。いらっしゃいませ、お客様、こちらのお席へどうぞ。かわいいって、そんなことないだろう。私はそのどちらかといえば怖いとかお堅いとか、そんな風に言われる方が多かったのに。さすがに
だけで乗り切れるほど簡単ではないだろう。そうか。悪意があるなら怒ることもできるが、そんな風に褒められるとどう反応していいのか困る。そんな脅かすようなことはいい子なしだ。本当か？その割には妙に慣れている気もするが。またそんなことを言って私を褒め殺してどうするつもりなんだ。想像以上に苦難の道になりそうだ。そうだな。よろしくお願いします。